高さにして2000アージュ以上。すさまじいの一言だな。まさかあんなもんを拝める日が来るなんてな。やっぱり長生きはしてみるもんやで。あれこそ美の神髄。青きゼロの計画、人の執念の賜物というわけか。あちらは予定通りみたいですわね。我がマスターが手助けをして失敗などありえませんけど。なるほど、結社の減塩計画とやらの片割れの産物ってわけか。あれに匹敵する代物をこっちでもぶちかまそうってんだな。その通りよ。ゼロの巫女が権限させた人による奇跡の具現化、かの大樹の出現をもって計画の第二楽章もいよいよ終幕へと突入したわ。さあ、最後の準備に取り掛かるとしましょう。この物語が行き着く最高のフィナーレに向けて。いよいよ大詰めみたいだが、深淵やカンパネルラの目論見通りに行くもんかね。
場の地下にこんな空間があったなんて。カイエンコ、僕たちは一体どこに向かっているんですか？そう不安そうなお顔をされるものではありません。我らが向かうのはヘイムダルの、いや帝国の中枢にして力を司る場所、全ての終わりと始まりの場所です。全ての終わりと始まり。足元にお気をつけください。万が一踏み外せば致命傷は避けられぬかと。やれやれ、いたずらに脅かすな。帝国の至宝たる殿下を守るのも傀儡たる貴様の役目であろう。失礼しました。そろそろ到着のようですね。お待ちしておりましたわ、皇太子殿下、それに開演校。オペラ歌手のピーター・クロチルダさん、どうしてあなたがこんなところに。やあ魔女殿、予定通りたどり着けたよ。例の大樹とやらも無事に顕現したようだな。おかげさまで無事に見届けられました。あとはこちらの段取りを進めるだけですわ。ただしくれぐれも。分かっているとも。魔女の言いつけを破るほど私も愚かではないからな。何の話をしてるんですか？どうして僕はこんなところに連れてこられて。すぐに分かりますとも。おお、そうか、これが。これって。あそこに埋まっている赤いものって。何これ。素晴らしい。これこそが千の武器を持つと謳われし伝説の魔人。大いなる力の一端にして250年前に大帝と聖女に封じられた神躯の災厄。赤のテスタロッサか。